こんにちは、小太郎塾やつきおすです。今日はですね、2020年度の東洋高校さんのですね、入試の変更点について、ご案内いたします。今年のですね、2020年度の入試なんですけども、推薦基準が変更になってます。単眼推薦ですと、例年ですと5か15だったんですけども、5か16に上がってます。で、加点につきましては最大1ポイントまでとなっております。その加点の内容につきましては、ですね、非公開となっておりますので、詳しい内容はですね、学校の方に直接お問い合わせいただくか、やつ教室の方までですね、ご相談いただければ、ご回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。また併願推薦の方もですね、5か18になっております。まあ、加点につきましても、加点は最大2ポイントですねとなっておりますので、ご相談ください。よろしくお願いいたします。